笹城、または、笹城は、小田原北条家の家臣だった間宮氏の居城、神奈川県横浜市江南草下に所在した。玉縄城と青木城をつなぐ、伝えの城としての役割を有していた。大岡川が、笹下川と日野川の二手に分かれる間にある、高田一帯が城石で、ご法城氏に仕えた間宮氏の武将、間宮信元が築城したと言われる。 追記時期は不明だが、1526年に安房里美氏が都会して、ご法上資料内を信仰したことにより、江戸安保美の必要に迫られて築城されたと考えられている。その後、息子である間宮康利氏の居城となっていた。公春は小田原州所領役長において玉縄州として記録される人物である。横浜市に見られる、 野党地形を利用した他に捕まえと呼ばれる追記方法で築かれており、笹下川や支流の左右手側、他大将の野党を天然の堀としていた。笹下の梅花山上樹院裏の丘頂上部一帯が本丸とされ、その周囲には空堀、水堀、犬走りの跡らしいものがあるという。城の周辺には外郭の守りとして多くの間宮市陣屋があった。 また前述の上寿院の三門は、間宮氏の笹か神夜の門を移築したものと伝えられている。太平洋戦争の戦火を被り復元された門とする、資料もあるが、その記載のない資料もあり創建時の門そのものか、不明確な点があるが、笹か神夜門の姿を忠実に伝える三門とされる。さらに、笹下御丁目にある笹下中央公園には、 増式杉本遺跡があり、かつ捧げ城の領域とされ、間宮市家臣、北三家門の屋敷があったとされていたため、1989年の発掘調査で城の発見を主眼として発掘が行われたが、発掘の結果、白はと目された平坦な場所は、縄文時代以前に形成された埋没国による地形であって、城郭や中世に属する遺構は発見されなかったという。 ありがとうございます。